イスラエル国立植物園、ナショナルボタニックガーデンオブイスラエルは、エルサレムのスコーパス3、ヘブライ大学の敷地内にある国立の植物園。ヘブライ大学によって、管理、運営されている。正式な名称は、ザ・ボタニカルガーデン・フォーザ・ネイティブ・プランツ・オブ a t i v e Plants of Israel in m である。イスラエル国立植物園は、イギリス移民統治領パレスチナ時代の、 イスラエル地域において初めて設立された本格的な植物園で、その展示はイスラエル及び中東地域の植物の多くを網羅している。運営元のヘブライ大学は1925年にスコーパス3に開校したが、この植物園は6年後の1931年に開園した。植物園の敷地内にはエルサレム第二神殿時代の墳墓がいくつか現存している。 敷地の西には古代の小さな円形劇場も残されている。植物園はまたイスラエルの国立公園及び自然保護区の一部にもなっている。園内には植物学に関する情報量ではイスラエル最大の図書館、自然に関する教室、気象台などの施設も併設されている。ありがとうございます。